ばんは、芸能レポーターの斉藤康吉です。今日は三田佳子さんのお宅に伺いました。お邪魔します。あ、三田さん、どうも、はじめまして。おはよう。おはようございます。さて、今更ですが、三田さんのご職業は女優ですよね。それにしても今日の大女優という地位を手に入れるまではやはり並大抵の苦労じゃなかったんじゃないですか。私はね、初舞台の時に怖くて生理が始まっちゃったの。それでもやったわよ、血にまみれて。やっぱりのし上がるためにはライバルの女優さんには散々嫌がらせとかしてきたんでしょうか。私はしてきたわ。そうですね。でもそうは言ってもやっぱり一人の女性、三田さん結構恋愛では激しいって噂本当なんですか。え、そんな動揺されて。今日は三田さんの本音を聞かせてくださいよ。でもダメなんだ、私もう有名だから、スターなんだもん。いや、でも三田さんみたいにお綺麗な方なら恋多き女で当然ですってば。いやだ。そんな照れないで。でちょっとさ、ゆっくり話そうよね。え、あ、はい。あんた、あんたのこと好きやろ。あんたかてあんたのこと好きや。え、そんな急に大阪弁になられてる。どないしたん。あんたかてお名前で。どうしちゃったんですか、三田さん。やらせてあげるね。そんな急にできませんよ。できるわよ、好きなんだもん。チャンスなんだよ。そうですか。大女優の三田さんにそこまで言われたら。わかりました、やりましょう。そうよ、一生に生きる。はい。あ、三田さん、ゴムってあります。やっぱりね。それね、置いてあるから。だけどまだ袋から出してないから自分で出して。あ、はい。じゃあ時間もないですし、一気に入れちゃいますよ。いいわね。はい。それ、こんな音がつ、なんか激しい。いいですよ、三田さんもどうですか。今ね、お祭り。本当ですか。こっちも最高ですよ。行く行く。向こうまで行っちゃう。まだダメですよ、三田さん。どうですか。ほらほら。あら、もう私ダメだわ。ただの女になっちゃう。もう僕も我慢できないです。三田さん、一緒に行きましょう。うん。ごめん、一人で行って。行きました。あ、お疲れ。参ったな。三田さん、むちゃくちゃ良かったですよ。うん、どうもどうも。じゃあ、もう時間みたいなんで今日はこれで失礼しますね。これで何か食べて帰りなさい。あ、どうも。ってこれ100円玉じゃないですか。気持ちいい。いただきます。今日はどうもありがとうございました。お疲れ、ご苦労様。お疲れ様。